治療なんかしてもらった後に楽にならないとおかしいって思ってる、その思考を変えないといけないんですよ。はい、今日はですね、間が痛い、その時にどうするのかっていうのをテーマでお話していきたいと思います。これは治療家永遠のテーマだと思うんですけども、辛いですよね、この間が痛いって。先生まだ痛いんですけどってこれ言われるの、ギュギュってしますよね。なんか自分に責任をこうね、やられてるような感覚に陥ると思うんですけども、まあこの時にどのように対処していけばいいのかっていう部分をですね、お話していきたいなと思うんですけども、まあクレームではないわけですけども、まあこういうふうなこと言われた時ってみんなピンチって思うんだけども、逆にチャンスですよね。こういった時にどのように対応するのか、対処するのかで、まあ信用を勝ち取ったりとか逆に失ったりとかしていくわけなので、出てきたらチャンスみたいな感じですね。うん。で、言われるタイミングってね、大きい声で2パターンあると思うんですよ。治療後、治療終わった時に、先生まだ痛いんやけどって言われる場合と、ガラガラって入ってきた時に、先生まだ痛いんやけどって治療始まる前に言われるパターンと、この大きく2パターンがあると思うんですけども、森さんありました、こういうの。あったと思います、治療後、まあ、どっちもあるでしょうね、はい、覚えてないですよ、やらなすぎて、はい、もう4年前ぐらいですかねでもありました、絶対、はい、ありますよね、僕も絶対ありました。言われへんかなっていう風に不安やった自分もいました。ああ、そうですよね、言われるかな。そう、言われるの嫌じゃないですか、はい、言われて、おっしゃーって快感感じる人いないと思うので、はい、まず言われないようにですね、やっぱりしていかないといけないと思うんですね。で、これね、治療後に言われる人、これね、面白いんですけど、根本的に治しますと、原因を取り除いていきますって言ってる人めっちゃ多いと思うんですよ。原因を取り除きますからねって言っといて、治療後後にまだ痛いんやけど、これおかしくないですか。で、それにあたふたしてる自分っておかしくないですか。だって原因を取り除いてしっかり自然治癒力で治していきますねって言ってるにもかかわらず、その場の結果を求められててあたふたしてるんですね。それがダメなんですよね。言ってることとやってること、もうずっとこう一貫して同じことをしていかないと、信用信頼を失っていくんですよ。なので、もし治療後に言われてるんであれば、ここを徹底してください。治療前の説明ですね、治療前の説明を、もうここを徹底的にやっててください。何々さんの問題はここですからね、うちではこの問題を取り除いていきますよと、この問題を取り除いた状態をしっかりキープしていったら、何々さんの問題は解決しますからねっていうのをしっかりね、伝えきらないといけないんですね。これ僕よく言うんですけども、治療って何なのかというと、相手のコンサルをしてるんですよ。相手の人生コンサルをしてるんですね。コンサルタントと一緒なんですよ。なんであなたは痛くなったか分かってますかと、どうすればよくなるか分かってますかと、考え方思考を変えてあげないといけないんですね。治療なんかしてもらった後に楽にならないとおかしいって思ってる、その思考を変えないといけないんですよ。もちろんですね、どんな症状であってもその場で痛みを取ってくれる、まあ、ゴッドハンドっていうのは世の中にもしかしたらいるのかもしれない。うん、それを目指すのはいいことだけども、あなたがそれに到達してない段階で見ている人たちにそれを出そうとしてたら、もう相手が不幸になるんですよ。相手がその考え方やっていって、あなたが出せないんだったら治れないじゃん。だから思考を変えてあげるんですね。なので、しっかりと説明をしてあげる。その説明をした上で言われたら、説明しましたよね、僕が説明したこともう一回言ってくれますかって言わせるんですね。じゃあね、すぐ変わらへんって、あんた分かってるでしょ、なんで求めてくんのっていうのをね、追求していくんですね。そういう風にしていって、相手の思考を変えていってあげて、まあ卒業させてあげる。これがすごい重要なことです。僕たちはその場動向ももちろん大事だけども、相手の人生を来てくれたからにはいい方向に最終向かわせてあげることができればいいわけじゃないですか。そこをしっかりね、自分たちが自覚しないといけないですね。これね、治療後言われる人はこれね、しっかりやってくださいね。じゃあ次、来院時に言われるとき、これあるんですよね。ガラガラって入ってきてですよ、もう完全にこう雰囲気が分かるわけですね。なんか違うと、これは思わしくないなと、経過が思わしくないなという場面がね、きっとあると思います。で、気づくはずなんですね、先生も。あ、絶対言われるわ、ビクビクしながら待ってると思うんです、ほとんどの人が。そして相手から、先生これほんまよく何度も大体んやけどみたいなこと言われるんですね。これ言われたらもう負けなんですよ、負けね。来院時に相手怪しいなと思ったら、これです。まだ痛いですよねとか、まあ痛いってことはあんま使わない方がいいんで、まだ変化ないですよねって、でこちら側から先に言います。何々さん、まだ変化してないでしょう、
まだ状況良くないですよね。言ったら向こうは、そうやね先生、なんでなんですよねと。分かってますよっていうことをね、しっかり伝えて、それはこうだから大丈夫ですよって説明してあげて、もうそれはそうだと堂々と伝えてあげたら相手も安心しますから。でもこれを相手から言われてこっち側が言うと、もうこれ、ね、言い訳になるんですよね。言い訳になるのか、ちゃんと相手をこう説明安心させるのかって、同じこと言っててもタイミングが違うだけで全然伝わり方が変わるんですね。だから僕たちって大事なのは、相手を見て相手が今どんな感情を抱いてるのか、どういうふうなことを思ってるのかを常にね、アンテナ立てとかないといけないんですね。だからコンサルなんですよ。相手のこの人生をどうコントロールしてあげるのか、どういうふうにいい方向に持っていってあげるのかっていうのをしっかりとしていかないといけないんで、この、まあ、治療後とか来院時にまだ痛いんですって言われるのであれば、こういった部分をですね、しっかり意識してやっていってみてください。これ本当にすることによってリピート率は上がるし、こういったのを考えて日々患者さんと接することによって、患者さんの改善率っていうのがね、むちゃくちゃ上がります。治療技術を磨くよりも上がるようになるので、ぜひですね、騙されたと思ってですね、取り入れてやってもらえたらと思うんですけども、森田さんどう思いますこれ。なんかやっぱあらかじめ言うっていうのは、うん、なんでしょう、おーさ、なるほど、うまって思いました。あ、うまっか。はい、よかったです。予言者ですね。はい、後出しはあかんす、ね、後出しはあかんす、本当に、はい、何でも先出しですよ。なんか変化ないですよねって言われると、はい、まあ、ちょっと良くなりましたけどねっていう、そのプラスを引き出せるんかなっていうのを思います。そうですね、そうですね、それはですね、やっぱり考えちゃうので、それはまた痛いですよって言われるとか、いや前よりはマシですけど、その違いと大きいですね、はい、そうですよね、はい、いや本当にね、あの相手に何を言わすかってめっちゃ大事ですよね。言葉ってすごいこうその時の気持ちも乗っかってくるんで、はい、でね、意外とね、先生結構良くなってんでっていう人もいますね。えマジでみたいな、結構あるっすよね。え、マジでみたいな。なんでそんな取れてんねんみたいな。そんなことないやろっていう時もあるんで、はい、本当に面白いと思うんですけども、はい、まあ、そうやって相手を見てね、自分のこの人を見る目というか、人の感情を見る目を養うというのもすごい重要になってくるんで、ぜひぜひ挑戦してもらえたらと思います。今日はですね、まだ痛い、その時にっていう部分でお話しさせていただいたので、まあ、ぜひこの動画を見て、すぐにこういった出来事があった時は僕のことを思い出してもらって、この対応をしていただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、今日はですね、集客に使うプロフィールのポイントっていうのをですね、お話していきたいなと思います。こういった状況だったにもかかわらず、そういった困難を乗り越えていって、あ、こういうことを成し遂げようとしてるんだ、いや現在もう稼ぎまくっててね、過去やること全てうまくいってて、未来もう大変入ってくるんですよみたいな、